ね、面接マスターなんだよ。面接、あ、迎え入れ面接に行った時にね、あのね、面接行ったのに1時間2時間お話になっちゃったやつがあって、もう面接始まらなかったのな。でそこで面接の極意を教わったのな。面接に行ったつもりが講習が始まったのな。本当にその人の感謝だよ。びっくりして、面接行ったんだけど面接始まらんかった。いや、魔界はね、魔界でね、堂々悪魔かよ。まあね、大体落ちたことないんだけどね。いや、すごい、わもうね、落ちない。もうね、やる気だけはありそうだねって言われるの。やる気、元気みたいな感じよ。もうジャンプのスローガンみたいなことをね、書いていくよ。でもね、スッカスカ、書くことないからスッカスカでね、もう空白よ、名前しか書かないみたいな。スッカスカ。名前と、ま、住、あの、やっぱ魔界にもやっぱ住所があるから、住所不定だと、なんやか住所書いて、まあ、所在地を書きますよ、まず。お名前も、ゆずきわって書いて、よし、これ行くぞって。で、まあ、本人はやる気満々だから、顔も、すごい、顔もやる気満々だね、みたいな。言われて、そう、やる気、元気、みたいな。よく言われます、みたいな。行って、面接行って、魔界で、行ったな。初めて、今までそれで、すごい通用してたんだけど、あ、君、座っちゃうのって言われて、えってなって、君食べちゃうのって言われて、えってなって、君、面白いね、みたいになってね、それでずっと来たのってか、えってなって、何がいけないと思ってね、したらやつそれ、2時間お話ししたのな。かわほら、みんな大好き、これ、あんこ。やる気元気みたいな感じでやってた。でもね、その人言いそうだったね。じゃあやめるよ、座っていいよって、まあ座っちゃダメよ。あ、そうなんで言うかみたいになってね。人生今までずっと座ってきましたみたいな。初めてそんなことやりました。ありがとうございますみたいな。怒ってんだよって言われたから。あ、でも、しろ、ありがとうございます。え、そうね。あ、もう、気が面白いね、みたいなんでね。あ、ちょっとね、これ食べちゃったのっていうかね、相手が食べるまで食べちゃダメよ、つってね。あ、座るときも、こっちが座るまで座っちゃダメだよ、みたいな。もうね、君ね、教えてあげるか、面接のことみたいなってね。面接行ったのにね、面接のやり方。おね、2時間ぐらい。まずね、この、なんだっけ、領収書じゃなくてなんだっけ。ただね、君、怒ってるんだよって言うんだけどね、わがね、ずっと笑ってっからね、怒ってるんだからねって言うから、はいって言って。あ、履歴書。あとね、履歴書ね、この真っ白で出しちゃダメだよって言われてね。履歴書ね、何種類かあるから、書く欄少ないやつ買いなさいって言われてね。なんで君ね、よりにもよってね、君ね、名前と住所しか書いてないのに、こんな書く欄いっぱいあるやつ選んじゃったのって言われてね。なんか、趣味とかさ、いらん欄がたくさんあるやつとかね、なんか、いっぱい書くやつ。もう、脳死で買ってね、まあいいや、名前と住所借りればいいだろう。でもそれでやってくれたよね、魔界はね。そう。で、まあね、まあ魔界の幼稚園があるんだけどね、書くことなかったら幼稚園から書いていいからみたいな言われてね。とりあえずね、書いて、なんか字埋めなさいみたいな言われてよ。
だった。あ、で、あ、そうなんですね。ありがとうございます。って言って、ね、帰ろうとしたら、君面接しなくていいよって言うからね、あ、なんかもう大丈夫ですって言って帰ろうとしたらね、働くって言われてね、いや、あーみたいな。え、みたいな。こっちが、って言って。なんかね、もうね、面接って気分じゃなくなっちゃった。あ、みんな好きじゃん、これ。もう帰ろっかなってなっちゃってんよ。あの、だからみんなのね、ドアの経験から言ったら、あの、履歴書を書く欄が少ないやつ買ったらいいらしいよ。それから自分で今印刷してね、書く欄少ないやつをね、買う、あの、作るんでよ。何しに来たのって言われてよ、ドアも。何しに来たのかなって。で、働かん、あ、なんかもう大丈夫ですって帰って、本当にいいのって言われてね、あの、なんか、こんなにいろいろ教えていただいたので、うわぁ、なんかもっと頑張りますって帰って、1週間後、普通にその店でご飯食ってた。で、1週間後、普通にその店、その人優しかったから、普通に、働かないのに行ってて、また1週間後、君働くって言うから、いや、別にいいですって。